ニュースキャスター。はい、始まりました。こんばんは。お昼のニュースです。お昼かよ。夜やでも。夜のニュースです。夕方の。ポパイリーカフェプレゼンツ。リグのアイドルブック。イエーイ。全員忘れてるやん。ポップ ID カフェプレゼンツって言ったらピグのアイドルピグのから自分で言わなかったのここピグのおっさんピグアイドルブックスっておんぶちゃんもん言ったか気づいてない人気づいてないんみんな気づいてるわお前アホな顔してたけどさあ始まりましたポップ ID カフェプレゼンツピグのアイドルブック MC のエンターユートですよろしくお願いしますそして本日出演するメンバーはパン自己紹介お願いします。こちら。ケイカリンから。はい、ケイカリンこと奥野ケイカです。イエーイ。はい、みりんことみかみりんです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、リノさんこと村井リノです。よろしくお願いします。イエーイ。こんにちは。はい、オンピーこと音符です。よろしくお願いします。イエーイ。さあ、この番組は大阪日本橋にありますアイドル育成型カフェポップ ID カフェの2階カンペ見てるんだよポップ ID ステージにて公開生放送でお送りするアイドル育成型番組でーす、はい、イエーイさあ今日のメンツにはね共通点がありますよねん今日の メンツ共通点というか、まあ、むしろ共通点じゃないんじゃないいやちゃう一つのイベントに出たねそういうことですよお客さんみんな分かってるから、はい、うんということで本日は、うん今月に行われたスタンドイリュージョンの、うん4チームの中から各代表1名が出演してますイエーイいやなんか今日今こうやってアイドルブックをこう見てるんですけどショールームでなんかイエーイのところでみんなケイカリン、みりんちゃん、おんぷちゃんは拍手してるんですけどみなさんいや遅いし今やらんで言う私グラスになったら拍手する必要ある しますしたらいいんでしょはいはい拍手はするもんやと思ってたけどなさあスタンドイリュージョン、はい、結果がね出ましたよね何が誰がどこのチームか分かんないっていう話あそれ聞いた確かに、うん、じゃあケイカリンからいこうチームスタープラチナ代表ケイカリンこと奥野ケイカですチームクレイジーダイヤモンド代表です、うんメンバーは研究生のももかちゃんとあまゆちゃんがいますはいチームゴールドエクスペリエンスですゆのさんとチームですゴールドエクスペリエンスですはいチームザワールドです相方はミクロですなんで笑うのなんかこっちも笑ってよねいや違うみんなチーム紹介の時テンションが低すぎるから君らアイドルやろアイドルやったらなんかねスタープラチナのケイカリンですキャピキャピみたいなさキャピキャピはあのメンバーの春菜ちゃんが何してんの何押し付けてんのちょうどそれ役割分担で言えへんで役割押し付けやでスタープラっていい感じになってるそのケイカリンの言い分分かるけど残り3人はどうしたんえいい感じになってるのクレイジーダイヤモンドですそういう感じいやゴールドエクスペリエンスですとかあるやん何何やったやんゴールドエクスペリエンスですやったやんめっちゃキレ気味やんえ、なんだ、喧嘩喧嘩始まんのこれやったやんなんか4人ともなんかこうね、もっとこうね、なんかこうやっぱね、可愛い方が良くないですか代表さふさわしくないんですね可愛くないって言うんですかいや、違う、それは違うだから、もともと可愛いのにもっと可愛い方がね、それは言うからいいやんそれはいいやんじゃあ、エンタイユーなんで俺が可愛くするの俺チーム入ってないしだから4人ともなんかこうスタープラチナですみたいなチームメイトはハルナンナンドみたいなこうアスカちゃんですみたいなケイカさんそういうやらしいえケイカさんはクールそうそうあーの4人ともクールやったからさえ全然クール担当なのみんなクール担当クール担当じゃなくてバレたバレた無事っ子じゃなかったですね音符ちゃんあれやろキャッチコピーあれやろ天然ドジっ子やんか そんなやつクールなられへん絶対わかったクールではないザワールドですっていいやってあれやったじゃあ皆さんも一回やってみようかクール担当皆さんはクール担当や
私大御所担当です。ええように言う。なんでそのポジション、だから拍手もしませんわみたいな。そうやで、いいと思う。大御所担当です。なるほどね、そういうのがあったんですね、ごめんなさい。はい、ちなみに、スタンドイリュージョンの話を僕はね、今日はちょっとするつもりじゃなかったんですよ。え、いや忘れてはない、忘れてはないけど、今日まず誰が出るんやろみたいな。何するんですか、じゃあ。まあいいじゃないですか、よくねえよ。じゃあパンカフェやりましょう。え、パンカフェなんでやんねん、パンカフェこすりすぎてんねん、パンカフェも2ヶ月目やもん、パンカフェ。パンカフェ好き。スタンドイリュージョンの話をしようかなと思ったんですが、今回はあのですね、まあ最初のコーナーにまず行きたいと思います。はい、きます。ビッグトーク、なんで、いやじゃねえよ。タイトルコールあるから。ビッグトーク、トークのイマジネーション。イマジネーション、イエーイ。イマジネーション、イマジネーション、しようよ。はい、これエルモのモノマネです。全然似てなかったんですけど。え、そう、知ってますよね。もう一回、ちょっともう一回ちょっとやってみて。イマジネーション、しようよ。顔、ちょっと似てるやん、ほらほら。ちゃうやろ、もう年金もらい出したおばあちゃんやろ、それ。それセサミストリート怒ってくんで。ゴーキーみたいな感じになってる。もうユニバ行かれへんで。はい、さあ今回は、はい、ですね、まあスタンドイリュージョンのイベントではなく、うん、また別のイベントについてちょっとね、うん、皆さんに告知も兼ねてちょっと説明したいと思います。はい、テーマですね、テスト。さあこのキーワードでメンバーはちょっとピンときたんじゃないでしょうか。ここのイベントで皆さんにテストを受けていただくイベントがございます。お客様はご存知って方いますか。期末テストご知ってるよっていう方、あ、いてますね。大変だ。え、誰だ。待って、確かにそうかもしれない。僕も知らなかったですが、期末テストはね、皆さん迷ったメンバーもいるんではないでしょうか。あ、ケイカルだけ。あ、なるほど。2010年。 OKOKOK、 ではまあみんな初ということで、ほぼ初ということで、はい、皆さんにはテストを受けていただいて、はい、その結果を発表しつつということで、うん、怖い、探し物にしちゃおうっていう。そうです。そんななんか悪い。だから、賢子、凡人、うん、ね、カス。バカじゃなくてカスだった。賢子がいい。賢子がいい。ケイカちゃんは凡人、ギリギリ凡人を保った。ギリ凡人。じゃあリド2番目賢狙います。じゃあ1番賢狙います。ちなみにメンバーが全員その研究生とか、研究生以上なんですか、これは。カフェっ子も含めて全員です。ということは13人。13人でまあ争うので、まあこの中から13人のトップに立つのは多分いないと僕は思ってるんですが、どうですか。逆に誰やと思ってるんですか。え、いやもうみんななんか死ぬんちゃうかなと思って。私割と自信ありますよ。みんなアホやとしてもトップはトップじゃないですか。あ、確かにね。いっちゃんも確かに。そう、トップじゃトップ、ピラミッドが低いだけで。そう、私ね、現役高校生なんで、まだ自信はあります。おー、確かにもう勉強に携わってるっていう。現役やのにっていう。現役はなんか何人かいてない。アスカちゃんも現役。アスピスは多分あかんと思う。アホやと思う。多分あかんと思う。そんなリノさんは2番目賢を狙うと言っていましたが、どうですか。2番目賢。勉強はできますか。でも絶対できんのこいつ。は少ないけど大学生結構いる。音符も。音符も意外と賢い。いや、音符ちゃんでも確かにダークホース的な感じ。天然ドジっ子と言いつつなんか問題解くときだけなんか天才ジーニアスみたいな感じになってくる。ロンピーが一番賢い気してるの。あーあ。てか一番賢い、二番賢い、三番賢いですよ。ま、じゃあね。いや、ケイカリンもなんか最初の方はめちゃめちゃこうなんかしっかりしてるポジションじゃないですか、言うたら。だから頭いいんかなって勝手にやっぱ思っちゃうんですけど、全然なんか。全然。全然、全然というかまあ、うん、漢字とかもこれなんて読むんですかみたいな、中学2年生習うような感じ。漢字まあいいかみたいな。ケイカさん、なんか得意科目はないん。ちなみにテストは国語、数学、理科、社会、英語、5教科。めっちゃあるやん。
あるんや。全部やんの。理科がやばいかも。数学と理科ができます。おお。社会は頑張ったら理系なんです。社会嫌いや。社会頑張った。やばい。でも国語と英語マジやばい。ああ、なるほどね。生まれてこの方20点以上取ったことない。でもその方は普通に A 点取れるんです。あ、なるほど。総合的に言ったら普通に、普通に。あ、凡人に。あ、そういうことか。国語と、国語と英語が足を引っ張っちゃうと。そう、めちゃくちゃ引っ張ってます。なるほど。みりんちゃんは得意な科目は。得意は、まあ、国語が得意ですけど、うん、まあ、理科とかがやばいですかね。理科がやばい。逆ですね。でもちなみに問題はもう中学生でも解けるような問題なんで、一番中学生に近いから、うん、し、もうむしろまずみんな中学校をちゃんと行ってたわけやんか、うんうん、全員。じゃあもうみんな100点じゃないとおかしいわけですよ。確かにね、うん、遠いし いや遠ない遠ない、別に遠ない、別にそんな。中学生とかって12歳とかですね。13、4、5かな。うん。リノさんはなんか得意な科目？え、中学の？うん。まあ賢ってね言ってたわけですから、二番目賢なんですから。家庭科や料理できんもん。まあ家庭科入ってないけどね、そもそも。音楽。いや入ってんかい、ご教会。入ってん。あ、そういうこと。入ってる。あ、そういうことか。なんだっけ、国語算数？いや小学校になったから、小学校に国語数学。社会英語。あ、国語、あ、でも国語にしてみます。何出るん？なんか選択科目ちゃうで別に。古文できひん。でも中学やからそんな難しい。そうそうそう。うん、大丈夫。読むぐらいの感じ。うん。レルラレルとか聞き覚え。物語文やったらできる。物語文。人の気持ちになる。あ、この文章のそれは何を意味してるんでしょうかみたいな。うん、あ、なるほどね。そういうのが無理。そういうの無理や。あ、そう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 。で、音符ちゃんは。うわ、なんか理系やから。オンピー理系なの。理系。じゃあ数学と理科が。数学と理科。オンピー数学できそう。ほんま？頑張る。中学生レベルやから。あれか、おしべとかめしべ？え、それ小学生じゃん。小学生や。だから。え？だから。実を。元素記号の計算とかじゃない？ああ。元素記号はやってない。水平リーベ角とか。そうそうそう。やってない。やってない。それ中学校に問題があるんじゃ言ってた。難しいな。それが言ってなかったんじゃ中学校。今大学生してる。中学生実は。ちなみに去年の理科に細胞分裂っていうのがあったっていうのを覚えてる。細胞分裂をどうするんですか。絵描くの。絵描く。ね、できひん。細胞分裂のなんかこんなんかこんなの。どうなっていくんかみたいな。え、無理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 。はあ、なるほど。今気持ち悪い絵描いてた。あとなんか何やろ、おたまじゃくしがどうなるのかとか。あ、どっから始まるか。あ、確かに。そんなわかるやん。生物やん。いや、これカエルちゃうやろ、ね、カエルはこういうカエルしか。いや、でも勉強して理科の教科書とか見てたらカエルがおるわけだから、それをただ模写するだけやん、言うたら。できるんですか、じゃあ。いや、なんでそんな急に喧嘩おかしいの、俺。できるんですか、お前は、みたいな。お前で。まあ、ちなみにね、やっぱり、ベベには。あ、ベベというか、まあ、バカ軍団には、まあ、なんかちょっとね、やってもらいたいですね。いいですね。ユニット組んでほしいですね、バカで。あ、いましたね、昔そういうアホどもっていうユニット。いますね、羞恥心みたいな。そう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 。え、そんなん。いや、でも、ケイガに凡人やって言ってたやん。え、何位以下？え、だから、その点数つけるんじゃない？3番目。13割3やから。うん。4、4で、まあ凡人が5かな。4、5か。4、5、4かな。下の4人を誰か数えておくみたいな。ももかろ。ももちゃん。ももちゃん入る。おバカ候補は。あ、そうなんや。去年かしこでもアスピス絶対入ると思う。アスピス。ももかアスピス。いちごちゃんでも。あ、いちご。いちごピー。どうやろ。どうなん？いちごちゃん。でも入れたことでやつなんかちょっと。入れとこてなの。ゆのさんとかボン。ゆのさんこの間数学できてたから。でもなんか俺ゆのちゃんが賢いやったら嫌やねんけど、なんか嫌、うん、なんか嫌、なんか運動できてそうでちょっと勉強はてあはーみたいな。あ、
できねえみたいな感じのキャラ。運動できるんけ？運動できるっけ、ユノさん。運動できるんけ？自分らは、まあ、ケイカでは凡人やったけど狙ってる引く志引く言いましょう、うん、ちなみにかしこには逆になんかねスペシャルな、なんかスペシャルな感じ、スペシャルな、え、焼肉すぐ食べ物なんなん、豚まんとか焼肉とかなんみんな超えたいんしかも肉ばっかり、みんなコロコロなあなんかそ、なんやろ、アホな子ってなんか清楚に受け入れてもらえへん。でも確かになんか春菜ちゃん、音符ちゃんの感じはなんかめちゃめちゃ勉強できそうなポジションではある気がする。なんか、うん、そういつもふわふわしてるのに勉強できるっていうこのギャップみたいな、うん、めっちゃ速攻で照明とくとか、めっちゃ今音符ちゃんのハードルは上がってます、うん、そんな上げるの頑張るけど、まあミニちゃんのハードルが一番上がってるけどね、俺の中では。そうね、うん、私現役ですからみたいな、現役ですか、うん、アスピスの前評判が悪すぎて、なんか彼女は一体どういう生活を送ってるんだっていう。アスピスなんかね、いや、アスカちゃんのイメージね、僕からしたらなんかホワホワというか、なんかこうね、ほんわかしてるけど、なんか学校行ったらはぁ、おもんね勉強みたいな。アスピスは宿題してないってすぐ言うんですよ、うん、だから勉強をやる気がないやと思うんですよ。なんかラブライブのテストとかで満点、満点じゃないの。いや、それはおのおのの趣味やったら取れるやろ、みんな。アスピスのために、うん、あ、ラブライブで学ぶ漢字ドリルみたいなやったら、もう朝じゃふわーっていうの止まれへんかもしれん。ディズニーですとかあります。いや、でもでもそんだけ勉強嫌いだったら、多分あのすぐにあのシャンシャンするんちゃう。じゃあだから私ラブライブ撲滅運動はしてるんですよ。撲滅運動、やめてよ。ラブライブ撲滅運動、ピグの選抜のなんかグループみたいなのあるんですけど、うん、そこでなんか私ラブライブ撲滅運動するからとか言い出して一人で先生を告したん勇者やな。本当的にはラブライブする人見つけたらやめなさい、うん、しょぼ。ね、できることならアプリを消す。規模もやることもバリしょぼいやん。まあ、アスピスのアプリを消すのが最終目標です。アスピスでも消されたらリノさんが消されんじゃん。アンインストールされる。リノさんアンインストールって知ってますみたいな。なんかあかん感じやな。あかん感じな。消されるってことやな。じゃあとりあえずちなみにこの4人での順位予想してみようよ。お、さっきしたやん。だから、オンピーリンさんは私ゲーム。そう。あっしゃ、ほんまや。え、ゆうとさんもそれ受けますか。いや、俺も、俺、だって勉強、俺がテスト作っちゃうからさ。あ、そうなんですか、ね、うん。あ、それは思んないね。そう。急におっさん。もうそろそろ店出ていくん。あ、じゃあ、よろしくお願いしますわ。みたいな。よし。だから後々ね、学力は学んだけど、あの体育大会とかね、スポーツの部門でも、あ、運動会、運動できる、ケンガさん、運動終わり、まあ、終わり、ここでしかないもん。どうしたん、どんどん語源が江戸に向かっていってるよ。出身が終わりみたいな。ケンガさん、棒取ったことあるの、パークしかないもん。バスケ、だってキャッチフレーズにバスケ入ってる。そうそうそう、ダンクシュートやもんな。君の旗にダンクシュートやもん。棒取ったの、体育だけ。運動できへんわ、私。リノ、あれ鉄棒とあのマット運動できる。あ、マット運動はできる。マット運動って、マット運動何それ、あのでんぐり返しとか。逆立ちとかいうやつ。俺そんなんやれへんで、やらへんの。やるわけないやったの。判断するみたいな。あの前屈とか。あの体柔らかい。なんかあれ。それお客さん見てて面白いですよ。みんな前屈してんのみたいな。それやんの。それや状態の足。ああ。体育大会、スポーツ大会じゃなくて体力測定になっちゃう、それは。反復横跳びとかになる。体育大会なんか 50m 走とかも短距離とかバリバリやりたい。ああ、シャトルランとか。運動会って何すんのやろ。綱引きとか。駅伝とかもですね。だから綱引きとか、玉入れリレーとか、なんかありますっけ、体育大会。障害物競走。じゃあ、あれじゃん、リュウさんパン食いたいだけじゃん。パン壁。パン壁ちゃうね、出さんでええねん。壁はないけどね。うん、壁無理やろ、サスケになるやん。あ、やりたい。台風だね、のコロコロだし。やばい、やばいよ。ゆのちゃん、こうたまになんかあのラウンドワンのサッカーボールみたいなあれやん。
あれにイノちゃん入れて、え、なになに、なになにみたいな、えぇ、ー、みたいな、え、なになにみたいないいやん、いいやん、ちゃうやん彼女の意見を一番聞いてやれよじゃあ何するん、台風の目みたいなのありました、あー、あったね、なんかこう回すやつね、こう、真ん中の人が一番こう楽する、うん、楽するってなんで楽すること考えるの、めっちゃ出てくる。でも一番みたいなのは何ですか皆さん、そうそう、もうメンバーがこれやってるの見たいみたいなやつ、まずさんこれ見てえなみたいな、あーリレーね、リレーね、うん、遅れてるみたいな、バトン渡す時のうるさそうやな、終わった後もうるさそうやな、いやバトンさ下からって言うたやみたいな、ケイケちゃん待てよ、ケイケちゃん待てよ、なんで上からってさ、リナめっちゃびっくりしてんけどみたいな、絶対言う、一番なんか30分ぐらいなんかバトンの練習してやる前、めっちゃガチで一番やりそうな人、いや確かにリレは見てみたいけど、ミクロちゃんとかも割とガチで本気でやりそう、まあ走り速そうね、確かに、え足遅いと思ってる、なんか細いよ、小猿やから、小猿やからなんかリノちゃんだ、え、なんかミクロッピーだっけ、なんか四足歩行で走るの、こうやってひどいひどい、それは気持ち、気持ちいいな、気持ちいいとかじゃない僕、あんま短距離そんな速ない、あ、長距離の方ができる、長距離根性だ、長距離か、まあでも確かに、でも勉強できる子は逆にできなさそうなイメージがあるよね、はるなちゃんは多分ね、体育大会の会場に来られへんちゃう、多分なんか知らんけど、なんか知らんけど、ここどこみたいなこと言って今宮恵比寿とか言ってそうじゃない、多分靴とか脱げそう、うん、脱げそう、たまにはるなが見せる本気の顔めっちゃおもろい、後半なんでちょっと男顔、男顔はるおくんの顔してる、だって障害物とかパンとかこう奪ってそうやな、こう手で、うん、ルールを把握してないさそうや、なんか言っても、うん、ハルナとかタルビのあそこのテープまで走ったら痛くだよみたいな、うん、なんかちゃんとこのストレートのあれしかできへんみたいな、うん、のあれしたいんです、こうピョンってするやつ、え、あの こういう棒ハードル、あ、それ、え、違う違う、何だっけ、こうやつこういうやつ何その神秘的な遊びみたいな感じじゃないの、ハードル、そう違う、ハードルじゃなくて、もっともっと体を使って飛ぶやつ、幅跳び、幅跳び、あ、じゃあ、じゃあ高跳び、あ、それなんか棒高跳びや、あ、高跳び、あれできる気がする、あ、できそう、あ、確かになんかイメージあるけど、なんか飛び方がみんなでもおもろそうやね、みんな、確かに、他の背面跳び、あ、背面跳び、もうすげえ、じゃないと怖いもん、めっちゃかっこいい、みりんちゃんは多分ロケットジャンプやと思う、多分俺そのままピョンあれ、あれしたよ、砂場にピョンって何、え、やり投げ、やり投げ、違う、違うやろ、やり投げとかやの、みんな多分恐ろしい顔なんで、やり投げやったら、だからなんかみんな体育大会って言ってるのに、なんかどんどんスポーツの体育測定になるからさ、なるほど、なんか騎馬戦、ああ、やりたい、絶対上の怖いわ、湯の上乗ったら、湯の上や、湯のさん上ですか、強そうでもめっちゃ、いや、どっちにしても悪口やん、みんな上でも下でも悪口であるやん、みんなハーナさんとか意外と上でめっちゃもう、あー、強そう、強そうかも、でも、あの、すばしっこされたらミクロちゃんとかの方が、うん、あってやりそうやね、まあ、むしろなんか、アムルとかやったら危機管理能力っていうか、怖っ、怖っ、怖っ、みたいな、守ってそうやん、自分の、取ってはいいけど、守ってそうやん、確かに、あ、尻尾取りしたいね、小学生の幼稚園じゃん、それも尻尾取り、チューリップ、チューリップ組、みんなでここで縁立てできるやん、尻尾取りやりたい、何尻尾取りって、尻尾取りしてます、 え、知らん俺、ズボンかなんかにタオル、うん、ハンカチみたいなの挟んでそれ取るん、そうそうそう、奪うん、うん、え、みんながみんな尻尾持ってるの、うん、へえ、すげえ、サバイバルほんじゃ、うん、どうしたん急にもう帰れたかったん急にさあ、私はおいとましますみたいな運動会、まあね、まあ運動会もするかもしれませんけれど、でも、うん、勉強やから今は国語、数学、理科、社会、英語、5教科でございます、だから罰ゲーム考えようよ、おバカの人、
どうしたおんぶちゃん、おねむずっと お給仕中なんかあのおばか回答のなんか言われたりとか、あの子ああやって答えてくれとか、なんかもうバカやねんみたいな、あ伝票、伝票のオーダー書くときも、あこれかお前アファか無理かみたいな、ここ漢字読める読めるとか、そんなもうバカにされまくりの日々を送る。でもそれはしゃあない、あ頭いいから余裕やもうそれはしゃあないなアホやからみたいな、勉強しとけばよかったのになババアどもみたいな。いやそんな思ってない、ババアどもそれはちょっと言ってないじゃないですか。いや俺からしたらババアじゃないもん全然、みんなは。なんで自分だけに言えんの。じゃあミニちゃんの年からすればってことやん。ババアとか思ってない。そやな、いや思ってんなこいつこいつ裏で言ってんな高校まで行って隠しとる人は多分めっちゃヤバいやつ出てきそうじゃない。仕込んどったの、うん、ここ学校の友達に喋ってるみたいな、うん、ゆのさんっておんねんけどみたいないいことしか喋ない。それは嘘やけどさそれは絶対嘘やけどさあ罰ゲームどうしよう。まあその、まあ、虐げられる生活を2ヶ月間過ごすっていうのはもうしゃあないやんか。でじゃあなんか漢字ドリルやるとか。あーうわーほんまに嫌なやつや飲んだら、もしそのお客さんにバカにされても私漢字ドリルやってるんでみたいなそれちょっと言いたい、小学生じゃん俺さらにバカにするけど漢字ドリルみたいな、クモンみたいなレベル。ここだ、何再テスト受けてそれで点数良かったらもう扱いよくなるみたいな。扱いよくなるほんまに高校みたいなってるな。うん、再テスト。いやなんかじゃああれじゃ、あの負け、あのあれね、あのあれね、あのダメやった人が良かった人に焼肉おごる、結構うわー、まあ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 財布にダメージくるタイプ虐げられる上にお金もなくなってくるそっか、まあまあきついな。じゃあどうする。まあななんか決めや。いや俺何がいいって聞いたんですけど、決めやお前がみたいな、もう私は意見出尽くしたからさとか言って、決めや。あそうや、去年の罰ゲーム思い出した。うん、去年の罰ゲームは、去年の罰ゲーム、罰ゲームやった、去年の罰ゲームはうん、去年はブルマしてた。それは違うか、それは踊ってみた対決したいなって。なでその後に第2弾でした。あここやってた、だってここで踊らされてた。ブルマで何やって、何4人で、えっ、やばいやばい、ブルマでソーランボしたことったら、いや気まずい、ブルマでメランコリック踊ってました。いや可愛くない全然可愛くない。予作とか踊ったんじゃん、予作頑張ってあれ、ナルトみたいな持って、あ、カカン、ココン、ココンみたいな、でんでん大悟みたいな持ってさあ、そんなこといつ、ちょっとダメでしょ、ダメですね、気は、まあでも、全然おバカじゃなくなったら全然ね、吐かないで、すまないし、まあファンの方はちょっと吐いてほしいみたいなところあるとは思いますけど、それは、うん、僕が来たらおかしなってけえよ、なんで、ちょいわらさん、ちょいわらさん大喜びじゃない、多分いろんな世界多分、チョイラさん生きててよかったって多分、うん、絶対ならへん、気まず、気まず、気まずいわ、なんなんその気まずっていうの、流行ってるんですよ、うん、別に気まずくないし、別に、うん、気まずが、ほんまに気まずじゃない、ブルマ、え履いてそうや、うん、履いてそうじゃない、履いてえ、だって、履いたことさ、だってブルマみたいなパンツ履いてたもん何の話してんの、うん、どうしたの帰るん、なんでそんなこと言うの、なんだどうしたの急にどうしたん、ほんで、背ちっちゃ背ちっちゃ、でもちっちゃ、ヒール履いてるから今日履いてたよ、うん、だって、立ったのに画面ちゃんと収まってんもん気まずい、うん、なんで気まずいんだから私ブルマは履いたことない、うん、多分いや、多分ええブルマやったん、あ、でも多分ちょうどギリギリ境目やったもん、その頃3年生は変わらんの、え
ということで、ね、コメントを読みたいと思います。そろそろ無限おじさん超絶かわいい。あのさ、あのコメントに反応してあげて、みんな何やるんかなと思ったの、うん、超絶かわいいだけ、超絶かわいいオンリー、オンリー、え、なんで K かじゃないの、あ、え、ちゃんと話してやる、あ、そっか、何言ってんだろ K かって言っちゃう、え、なんでなんでなんかオンピーが、なんでなんで、え、はい、あ、初見さんがいてますね、初見、海、船、海、エリー押してるかも、初見です。で、エレンさんが俺のモモか、ね、で、間にユーとユーとで挟んでます。好きやな、ユーとさん、ナイトポーズやろって書いてる、あ、ナイトポーズやろ、斉藤さんなんかの雑誌の表紙になってて、で、雪女さん、雪女さんがオレンジの子が11歳の頃の栗山千明に似てるっていう、11歳の頃の栗山千明知らねえ。え、似てます、栗山千明っぽくない、めね、なんかこの前髪とか、前髪切ったからかな、あ、そうやつにしたから、それ顎ちゃう、顎ちゃう、顎は出てない。で、キヒーさんがオンピーヤーって言ってます。何が珍しいって言いますね、なるほどね、確かに珍しい。で、キヒーさんは多分借り物競争って言って、あー、私学校で借り人あります、それ楽しい絶対、うん、ない時や、借り人の時めっちゃちょっと焦るやつ、ね、で、キヒさんがプールでって言ってます、プールで借り物競争、プール泳がれへん、あ、無理、プール嫌や、絶対嫌、プール泳がれへんから、いや、もういろいろ嫌、みんな嫌なんや、いろいろ嫌、いや、嫌や、人がいっぱい入っとうところに、いや、水着やろ、だって、で、多分家の水着嫌なの、プール嫌、水着嫌、スクミズもっといい、スクミズの方がマシかも、マシかも、じゃあ、あのスキューバーダイビングみたいな人の一人だけ、あ、そうする、そうするわ、このコーナーなんかシュノーケルとかつけとったらいいよ、シュール、みんな見すぎて一人それめっちゃシュール、みんなのジャンプ台みたいなところでセーツしてる人だけなんかこう座ってさ、で、ボガーッって言ったら、でもビキニ嫌やもん、え、なん、あ、いや、嫌なんや、もうお客さんに刺されてるよ、ビキニ嫌っていうのに刺されてるよ、気まず、ビキニ別になんか気まずくないやん、確かに、ビキニなんか、まあ、さらしもんにされるやん、さらしもんにはさらせんや、別になんでこいつビキニ着てんぞ、おえーってやられるの、でも着てほしい、着てほしい、着てほしい、でみんなすぐ見せいいから、ケイカさんだけビキニで行きます、でリノさんだけあのスキューバーダイビングがどうしたみたいな、まあ水泳大会はちょっとね難しいかもしれない、うん、で、キヒさん、騎馬戦、騎馬戦、あ、そしてちょいわれさん、呼ばれた気がするって聞きました。だからさっき、あのちょいわれさんやったら喜ぶと思う、ちょいわれさん、ケイカリのブルマ見たいですか、絶対何ちゅう質問見たいって言ったら、ちょいわれさんがみんなから絵になるから、答えづらい、答えづらい、いや、やっぱり素直に正直に、やっぱりね、言った方がいい、うん、え、だってここにいるお客さん、おっちゃんのブルマ姿見たくないですか、みんな目線をさらしました、目をさらしました、絶対考えたら、うん、いやでも、想像してからでも、マコさんは見たそう、言われた、うん、見たそう、見たそう、すごい見たそう、まあ言わんってことは無言の肯定と捉えてよろしいですか、うん、いや、見たですよね、やって、もんならみたいな話、やって、おんぶちゃん、なるほど、ジュニアさんも考えとこ、考えとこ、絶対言わんタイプ、絶対見たいタイプや、でももうニッコニコしてるもん、うん、みんな多分今頭の中、おっしゃんのブルマ姿頭がいっぱいやもん、気まずい、で、星でもいいって書いてるんですね、あ、星でもいいみたいな、星とかあ、見れたら星でもいいってことか、なんか悪い字は消えるんですよ、評論、あ、なるほどね、文字化けちゃうね、いやでもじゃあって言うてんだよ、ほんじゃ、千代浦さん、ミンでもいいってこと、見れたら全然違うんだけど、どうするミンでもいいとか、もっとなんか違う、変ななんか変ななんかお尻とかでも消えるんです、欲しいんだろう、あ、そうなんや、尻でもいいみたいな、意味わかんない尻でもいい、それはもう千代浦さんに対しても失礼すぎるからさ、いや、尻って言ったから、
気持ち悪いみたいな。じゃあ、ケイカさんがダメやったらビキニにしよう。ケイカさんがダメ。今の気持ち悪い笑い。気持ち悪かった。ちょっと変態の人はちょっとあの体質を願いますか。おっさんみたいなスケベ親父やった今完全に。笑い方が。ケイカさんはビキニでグエ。好きすぎねえな、ケイカさんのことかな。あ呼ばれた気がする。呼ばれた気がする。あ怖い怖い。怖い怖い。お客さんが増えました。今、リノシュで一番反応してる。ケイカさん推しの人が来ました。来ましたね。みたいですよね。ほら。え、なんか、あの、ケイカさんのブルマか、ビキニかどっちがいいですか。何聞いてんの。あ、そんなのやめる。でも私ビキニがいいなやっぱり。私もビキニがいい。うん、ケイカさん見るんやったら。私ケイカさんお腹好きなんで。お腹だけは自慢できるんですよ。そうなの。なんか腹筋つけるの好きで。へ、えー。そう。なんかみんなにイヤほどなんか自慢してる。で触る。いつも触るみたいな。へ、えー。じゃあケイカさんが負けたらやっぱビキニしよう。ビキニのお腹見せよ。その他はブルマ。そう思った。オッケー、じゃあそのおバカになった場合はほ、ブルマで、ケイカリンがおバカに入った場合はビキニで。頑張ろう。いや、おバカ全員のバカグループだよね。うん、え、4人ともするの。うん、去年1人やった。いや、俺はもう4人ともさせる。うわ、頑張ろう。もう確定ちゃう。かわいそう。確かに今日なんかももかちゃんが1階のカフェでお給仕をしてるときになんかちょっと外国人観光客の方が来られて英語で喋られたんですけど、うん、あ、俺の方ずっとっていうので多分英語は多分まずできないでしょうね。英語、うんうん、なぜだった、うん、なんか面白い英語言ってませんでした。なんか面白い英語、うん、あ、なんかあれアミューズメントマネーカモンみたいなじゃあ外国人観光客の方が TV ゲームみたいな、おお、ゲームみたいな、TV ゲームみたいな、アミューズメントマネーカモンみたいな。だからなんかチェキ写真撮っていいって言って、ノーはチェキマネーみたいなカモンみたいな、ほんでアミューズメントゲームカモン、おかマネーカモンだから、こいつめちゃめちゃ金要求するみたいな。もう分かってないから、マネーカモン、マネーカモンみたいな。でエレンさんがブルマはいらないって言ってます。あ、いらない、いらない派。じゃあビキニの方がいいってことですか。なるほどね。でエレンさんがモモカは可愛い。ブルマとか関係な、関係なしにとりあえず可愛い。モモカちゃん可愛いの知ってる。うん、ね、モモカちゃんね。うん、似合いそう。ムチ、ちょっとムチって人欲しいね。白い感じが。うん、美味しそう。はい。美味しそうって言った。それで皆さんどなたか、すいません。何は警察の方を呼んでいただいて。美味しそう。うん、ちょっと違うからさ。絶対似合う。絶対似合う。ルーツソックありそう。ブルマにルーツソックありそう。ミクロちゃんがブルマを着るっていう話です。え、決まってテストでパパ 4になったらブルマやねんって。え、無理。ステージで似合う。絶対似合う。今の髪型、今の髪型めっちゃ似合う。今ね、ミクロちゃんは大眉なんですよ。え、大眉なんですよ、今ミクロちゃんは。すごい。これでなんかこういう娘。あ、かわいい。あ、でも簡単なこと話です。あの、頭良ければいいんです。あ、まあまあ、いや、いける。あ、でもな、あの、あ、4人やね。13人中4人やね。いや、いけるよ。どんな点取ってもいけるよ。より最年長や。いや、無理。あ、確かに。いくらちゃんは、いくらちゃんはなんとなくこなせるタイプかと思う。いくら意外とダメそう。いくらと僕がキバいとこにおると思う。いくらが凡人ギリギリで、僕がアマになるか、もうなんか2人とも凡人ギリギリか。あの、なんかギリギリラインな、私ギリ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 な気がする。だって13やで。わかる。13? 中学の内容ないぞ。いけるのか、いけへんかな。どうやろ。わかる。やってみないとね。いつやるんですか、それ。11月末。まず、マジで結構が決まったやん。勉強しよう。うん、まあ勉強みんなしてれば、別に大丈夫なわけですから。よし。真面目。漢字の問題出さんとこ。ぶどうとか言った。ぶどうは全部古文とか漢文にしよう。え、ちょ
感じあるよ。いや違う、ブドウはひらがなよ。誰って二の足も絶対来てそうやん。何が車めっちゃいいと思う。ああ。個人的にはなんかプライベートで来てそうやん。聞いてるわ。聞いてる。分かるわ。そうじゃあそれみりんやって。みりんはブルマみたいなパンツ。なんでプライベートでブルマを着ることを強要させるん何殺そうとした今リナさんの愚痴を塞ごうと思ったんですけど前歯が出てるので刺さるの嫌やなと思ってやめました。あびっくりした。おなんかし静かに手を持っていたからなんか催眠薬みたいなこう含ませてる。あね、コメントミヤパパさんがみりんちゃん出遅れたわーってます。ミヤパパさんミヤパパさんなんだそれミリンちゃんって自分の名前言いそうになった。ちゃんでもね、なんか、うん、でもちなみに皆さんがテストを受けるだけではなく、はい、お客さんもそうなんだテストを受けるの？受けれる。違います。お客さんが受けるのはここポップ ID のカルトクイズなので、1年もう2年なのかテストを受けるときはその2年間の歴史をみんなに。なるほど、それこそ予習が必要なんです。そうです、だから皆さんが全然興味ない僕の問題も出てくるかもしれません。エンターニュートさんが初めて出場したのは何月何日？出場なオリンピックみたいなわけだよ。そんなんだったらちょっと自分でもわからん。伊藤さんわかります？わかるわかる、言えへんよ。あ、今ここで答え言うとこ、もしかして出た時とかこの来てる人たちだけ限定の5月の11。今年のす割と長い。でも前評判平安さん的にはちょい悪さんとかが行くんじゃ1位取るんじゃないかなみたいな。何人ぐらい受けたんですか去年は？去年なんか12人ぐらい。去年4位ぐらいで俺より上さんそれは気まずいわ。いや前となんか真面目に勉強してきそうな人がいるね。勉強しようがないし、うん、どこが出るか全く分からへんやんか。長いことおってその人から記憶を聞いてもらうしかない。だからちょいわらさんが一番長いんですよ。俺がエレンさんとか。そうそうそうが長い。でもエレンさんが俺受けへんって言ってます。なんでなんだ受けよ。なんでなんですか。受けよ。それお客さんはなんか得点あるん？買ったりしたらあるんですか？買ったらいいやん。チェキワイドチェキとかワイドチェキ。そう、あ結構アホなこと、アホなことは自分の好きな声じゃなくてアホなこと、アホなことは出てくる。あれは負けた人は一番、まあ、お客さんに罰ゲームさせんの？できんでき罰ゲームとかじゃないよ、もうそれでき誰も得せえへん。何その一番最悪のことを考えたらできんげちゃう。何そのライアーゲームみたいなこと。みんな騙し合いしだすよ多分。みんなちょっと遠慮する多分。ちょっとリスクは高すぎて。でもなんかめっちゃニュアンスは微妙やって、一番背低い子誰とか。あー最年長誰とか。最年長はなかったけど一番背低い子と一番背高い子。だからケイカリンの通算カフェ通常の勤務時間を全て答えようみたいな。誰も分からない。分からん。例えばですよ、例えばね、そういうような問題が出ますとそんなもんで誰も分かれへん。うん、作った人も曖昧。さあそういうなんかポップカルトみたいな感じでお客さんにもテストがありますの で得点もねチェキっていうのがあるかな、うんうん、仮にお客さんがベベが出たとしても言わないし罰ゲームもないです多分、うん、いい人だけ罰ゲーム受けたよって個人的に罰ゲームさせるじゃあ急にどうしてどの立場で大御所やから。さすが大御所でもお客様は神様精神を持っとき。さすがにポップカルトでもそれやっぱ長い人の方がね、うん、有利やね。長くおってもの。だけマニアとかによるよ。なんかもうあの子好きになったら全部調べたみたいな。そう。いやあの王子様あたりはすごい物覚えがいいから最初。そうなんや。なんで気まずいね。気まずくない。覚えてくれてるだけありがたいよ。そんなありがとうございますやん。なあ、あれな。あ、ウィキペディア。
そうやねん、そうやねん、全然関係ない。あ、そうだ。なんかポップのオープン日とか、うん、去年出たけど、わりかしめっちゃ間違ってたみんな。あ、そうなんや。あ、そうなんや。テストには全部分かってた。なんかここステージのオープン日とか。あー、なるほどね。なんかあれでしょ、曲、やってる曲多い、なんか少ないんだよね。君の下りのとかも。あれ、それは難しかったけど。それも難しいけど。オープン日の、あの、MC 誰やつか。あー、あった。とか、あの、2期生全員答えろとか。あー。2期生7人全員答えろ。ちょっともう、それはシビアやからやめとこう。一人だけしか残ってない。うん。気まず。7人残ってない。気まず。気まず。鬼の気まずさ。5期、6期ぐらいは井野さん基本気まずしか言ってないやん。私は6期やもんな。気まずしか言って、うん、6期やもんな。6期だっけ、うん、6期です。6期6期です私ら。へえー、あ、そんなもんあってんやん。花ちゃんは4期生。あー、なるほど。1と3がいないっていうね。1と3がいない。あ、それは気まずいわ、それは。気まずーって。うん、そしたらもうなんかもう繰り下げたらいいんじゃん。まあいいや、みんなその、気まずい話はまあいい。ああ、上司。違う話してください。違う話よ、違う話。ちょっと気まずなったわ。うん、しかも俺知らんだけになんか。え、同期じゃん。え、何が？ゆのさんと研究生になったの。いや、ゆのより先じゃん。いやいや、え、嘘。研究生はやめます。もう一回調べます。その何期生っていうのは、研究生に上がった時のあれ？らしいです。年間とかじゃ、その1ヶ月とかじゃなくて。え、なんか。2月。おお。あ、2月おらんわ私。3月やね。ああ。あ。じゃあ私らと同じじゃん。6っぽいじゃん。何月やん。でもなんか噂で5って言ってる人が多い。なるほどね。まあそりゃそうやな。うん、5って何？ 5? 調べよう。まあいいや。調べよう。そう、調べよう。みんな調べて。ほんで俺もなかなかちょっとわからないことなんで、ちょっとね、まあちょっとここまで聞いていいんかなみたいな。シビアな空気になったらミスターみたいななるから。で、あ、宮パパさんがリノさん気まずって言ってます。気まず。言われてず。言ったもんね。宮パパさん気まず。きますね、もうちょっとなんか楽しい話をしてみましょう。ということでですね、まあどう、まあ、10分ぐらいしかないんですが、最後にね、皆さんに、うん、まあ、正直な気持ちというか、正直な気持ち、急に何、ね、まあ僕がとある質問をしますので、質問、うん、皆さんには正直にはいかいいえのボタンを押してもらうという、ボタン、うん、アプリや、アプリがあるんです。いいと思います。いきます。皆さんちゃんとあのはいか言いは隠して押してね。質問して、どうしたん、経過に急に。そういうのシビアな、うん、4人おったからいける。あ、少ないから2人とかやったらもう無理やん。もうバレバレやん。いきます。正直に答えま、ショータイムでございます。はい、いきます。正直、うん、エンターユートよりも、うん、MC ができると思う、うん。いや、もうこれはい、家で打っていただければ、はい、これどうなんでやろ。いや、これはね、僕としてはゼロであってほしいね。うん、まあまあこれは僕が言うたら、そのまあこういうゲームしますよっていうやつのクイズなんで、まあゼロでも全然。これ押したかな。え、押せた。私上で3人なったら押してる。押せてる。ゼロ。押せた。オッケー。あ、マイクでゴン。ごめんごめん。じゃあね、結果発表っていうボタンを押してね、あのカメラにちょっと向けていただいてよろしい？右上に結果発表っていうのが。はい、じゃあ行きます。せーの。はい、答えると。え？おお、はずいや。きまずい。きまずい。きまずい。2って、2やって。4でも何でもね、2っていう。半分。なんかまあまあほんまにおりそう。なんかガチ勢やん。ゼロでもなく2っていうのがなんか。おもろいおもろい。めっちゃシビア。じゃあちょっとね、やってほしいですね。
ちなみに誰か、まあ、これどこ見やけど言える人言える、はい、何を自分、うん、おい、ケイカさんは、まあ、ポップの MC 担当みたいなとこはあったからね。あと一人は、うん、そうや、何じゃない、絶対、あと一人、いや、言わんでもいい、言いたくなかったら言うんでもいい。なるほど、じゃあ、はい、お前かい。違うんですよ、なんか MC は、なんか進めるのは、ケイカさんとかイズさんの方ができるかもしれない。話を切りたくなるんですよ、すぐ切りたくないよ。どういうで、なんか、だらだら続くと、切りてってなってくるんですよ。どういうこと、切りてってなる、なんか、次の話題に行きたいんですよ。あ、なるほどね。そういうこと。なんかエイターさんの話が長いって言ってる。そういうことやな。だからミリンちゃんはケイカリンとか俺の話が長いなこいつだと思う。ケイカさんは思う。俺思ってんのかよ。言っちゃった。じゃあ次の質問いきたいと思います。ね、はい、あ、まだあるの。ありますよ。正直、うん、ポップの中で一番可愛いと思っている。私が一番可愛いと思っている。はいはい。ちょっと待って。まあ可愛いにもいろいろありますからね。顔とかさ、アイドル。うん、そうなんですよね。やっぱこういう世界でやっていくんだっていう気持ちがあるならば。なんで考えるの？なんで考えるの？なんで考えるの？え？考えるの？まあでも可愛いの価値観ってみんな違いません？考えて。ポップの中で一番可愛いと思ってるか。思ってたら、はい。思ってなかったら×。×と丸じゃないけど。まあ丸と×じゃないんですけど、選択肢は。はいといいやけど。え？こういうことや。気まずい数字絶対出んでこれ。はい、じゃあ結果発表します。せーの、でん、お、え？え？え？やっぱりやっぱり、ちょっと待って、数字出ると思った。ちょっと待って、一人やっぱりやっぱり、どうなん、みんなどうぞどうぞみたいな。いや、私なんてとんでもございません、皆さんの方が可愛らしいございますみたいな感じなん。言っていいですか、じゃあ。はい、うん、私、押してないんですけど、はいいえで押したんですけど、うん、なんか、メインじゃないの、メインじゃないよなんでなんか、単純に顔で考えたら、いいえで押した。あ、なるほどね。あ、なるほど、まあ、自分の可愛さの好みでいうところで、自分の好みでいいやなって。ちなみに自分より上は何人ぐらいあると思う？何人？何人？数で言います。誰とかじゃない。数気まずい。私たち気まずい。僕もいいえ。私もいいえやで。え？言ったかや、言ったかや。ちゃうねん、アイドルやからみんな自分可愛いって押していかなって思って、間違ってた。やろ、なっちゃったね。そうしたらさ、落とし入れちゃった。私だけってなったよ。音符ちゃんだけはめられたやん。絶対はめられた。いや、ケイカリンの一発目やったんですよ。で、その時に、いやでもそういう気持ちも大事だと思うけどなって言いながら言い合わせてたやん。そう、そういう気持ちも大事だと思うって言ったから、流れ的に、あ、これ4を目指してるやん。黒幕やけど。これ4を目指してるってなったから。リノさんはなんで言い合わせたの？え？リノさんはなんで言い合わせたの？好きな人おるもん。なるほどね。当たり前でしょ。ミニジャブ、確かに春菜ちゃんの方が、じゃあ、まあそう、春菜さんとかですね。ももちゃんも好きやね。でも音符ちゃんは私の方が、そう、違う。いや、思ってどうでんすよね。可愛さを売りにしてるんやから。もうはめられた感しかないわ。まあ確かにはめられました、完全に。さあ、ということで、はい、そろそろ時間よろしくなってきましたので、告知の方に悲しいね行っていただきたいと思いますが、ね、告知はありますか、大丈夫ですか。あります。はい、お願いします。今月じゃないわ、もうすぐ10月に入るんですけど、うん、10月11日に、ここポップアイディステージで 40X っていうピグスペシャル公演を行います。イエイイエイ。チケット40枚限定のイベントになってまして、なんとですね、研究生含めた全員が出演したスペシャル公演となっております。イエーイ。チケット40枚限定なんですけど、それぞれ個人ノルマね、チケットノルマが研究生含めて全員課されてますので、うん、クリアしなかった子はワンランク降格ということでね、非常にちょっとみんな切羽詰まってるので、ぜひ大志ちゃんの応援、ピグの応援よろしくお願いします。お願いします。ですね。
しております。このイベントはですね、必ず50人集客成功させようという、うん、ミッションがありますので、それのミッション協力よろしくお願いします。お願いします。以上です。以上、キヒさんが明日はって言ってますよ。明日はね、コスデーですね。カフェのイベント、カフェポップ ID カフェのイベントで、うん、毎月第4水曜日かな、そう最終水曜日に の月でテーマを決まったコスプレをしてお給仕をするっていう。で、明日は中二病っていうテーマですね。おお。ちょっと悩むね。ちなみに誰がこのメンツでは、はい、あら、2人どうします、なんか決めてます？あ、言ってたやつですか？決めてる。ゆうかさん、写メ送ってね。ちょっとでも準備今全然できてないんですけど。あ、なるほど。頭の中にあるけどみたいな。そしたらのがめっちゃあるんです。あ、中二病好きなんや。なんか中二病の子が憧れてる病気があるんです。もう病気になりたい。中二病の子に子が憧れている。だいぶだいぶこじれてる子がなんか憧れてしまう。なるほど。皆さんそれを想像しながら明日。ぜひお越しください。みりんちゃんは、みりんちゃんはちょっと、まあ、考え中ですね。割とちょっと迷いがあります。迷いがある迷いがある迷いがある。なんかそんな大事なあれなのコスプレ難しいなと思って。中二病、なんか制服でとか迷い、制服だけども制服着たらいいじゃん。中二病って捉え方人それぞれやから、ちょっとどうしようかな。あ、確かにそりゃそうだな。うん、大体変な子が。どうした急に外りみたいな。割となんかショールームやっててみんなにこじらせてるって言われる。あ、けいかさんがこじってないの。こじってない、こじってない、こじらせた。最近私こじるわみたいな。こじらってらっしゃるってよく言われる。あー、こじらってない、こじらってないです。で、僕って言うからそれあるね。いや、でもなんか変な子の節はある。僕って言うとよりなんか中二っぽくなる、うん、なる、うん、でも中二とかじゃない、割と早い段階で僕出てる。うん、割と早い、小学校2年生で僕どうしたの急にみんな、なんで死んでなった。中二病をこじらせてないと思う、全く私。いや、こじらせる子はそうそういないと思う、うん、うん、中二病っぽくなくない、うん、なんか、皆さん何も考えてなさそうやもん。え、何も考えてなさそうやもん。考えとはめっちゃ怒るやん、めっちゃ怒る。冷たいツッコミが入りました。さあ、ということでお時間になりました。なるやん。ああ、え、お時間、お時間になりましたので、はい、さあ締めていただきたいと思います。ピグのアイドルブックで、あ、ちゃう、あなたのアイドロイドピグだ。え、疲れてますか。あなたのアイドロイドピグで締めていただきたいと思います。はい、はい、さあ、じゃあやったことない、閉めたことない人。ミニちゃん閉めたもんね。閉めた、まあね、はい、はい、じゃあおもちゃん、あなたのアイドロイドピグで閉めていただきたいと思います。はい、せーの、あなたのアイドロイドピグ。ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございました。まだ流れてるよ。毎日今日おんぶちゃんとステージがあります。よかったら来てください。会いに来てね。愛に満ちた命のやけど。 OK、 お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.
ナスキャンダル春菜とかも27だと思った。割と行ってるなと思って、びっくりした。